I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello, this is the continuation of Cyber Sleuths. Please enjoy. この世界を守るために力を貸してほしい。人間世界を破滅させようとするドゥフトモンたちを止めた。一人でも多くのロイヤルナイツを説得している。その意気がよし。人間にもなかなか気概のある者がおるわ。しかし断る。私は人間とデジモンの争いになど興味はない。一刻も早く我が弟子ハックモンを鍛え、一人前のロイヤルナイツにする。今はただそれだけを考える。故に人間、デジモン、どちらの勢力にもつく気はないわ。が、しかもしも私の願いを聞き入れてくれるのならば、力を貸してやってもいい。我が弟子ハックモンの修行に尽き。人間に修行をつけてもらうんですか。僕はお師匠様以外のお師匠様、どうして僕を人間に預けるなんて言うんです。僕がいつまでも弱いから。そうなんですか。いなハックモンよ、お前が言う何かと、この者と共に見つけ出して、それが見つかるまでここに帰ってきてはならん。試練を授け、その者と共に
バッサすればお前の、そんな僕の、それならばそれ、お師匠様、僕絶対にお前の力なんか借りない。僕は一人で番長レオモンを倒すんだ。そうすれば、you
やっぱり勝てなかった。今の僕じゃ、お師匠様、ごめん。なんだなんだ。お前の力はそんな程度か？立ち上がる気力も失せちまったのか？僕がロイヤルナイツになるなんて、やっぱり無理だったんだ。お前は強さだけを求め、がむしゃらに突っ走ってきた。それは間違いじゃねえ。けどな、それだけでは、本物の男には、本物の覚悟が必要なんだ。お前に、その覚悟なんて。そんじゃ、お前の戦いはここまでだな。お前の修行。誰だてめえは。お前、ついてくるなって言ったやろ。もういいんだ。僕はもう。なんで？お師匠様から言われたからって、こんなことしなくてもいい。ハックモン、そいつの背中を見ても、まだ。背中？僕を守る。ハックモンよ。ロイヤルナイツの称号は、誰かに与えられるものではない。世界を守護する者を、守る者になれ、ハックモン。世界を、デジタルは、その鋼の意志が、お前を。そうか。僕は強くなることだけを求め、けど、それじゃダメだったんだ。僕は戦う。僕をかばってくれる。この人を守る。ほうほう。少しはマシな面構えになったじゃねえか。その覚悟が本物かどうか。かかってこい。買わせるか！
殊番長パンチ。強くなる。だが真のロイヤルナイツとなるには、それだけ背負った何かを守るためは。だから、おし。
苦労をかけ。へっ、危うく本当に消滅しちまうところだったぜ。協力に感謝する。君にも礼を言っておく。水臭いことを言うなよな。男の門出に立ち会えたんだ、俺は嬉しいぜ。しかし本当に強くなったな。こいつはまだまだ強くなる。いや、そうでなくては困る。何せ私の弟子。それじゃ今度はこっちの修行に付き合ってもらうぜ。俺もまだまだ。そうか、新たなロイヤルナイツが誕生したか。いや、驚きはしないさ。世界は常にこの世、それは現実世界もで、君もいつかは私を超えていくのかもしれないな。その日が来るのを楽しみにしているよ。私に追いつけるものだ。やってみるがいい。私に。その調子ではスレイプモンと話をする。一度事務所に戻ってきたまえ。おそらくオメガモンが何かヒントを。なるほど、スレイプモンか。手強い相手だ。スレイプモンのスピードにはこちらもスピードで対抗するしかないだろう。ふさわしいのは神速のスピードを持つアルフォース・ブリュラモンしかいないのだな。よりによってアルフォース・ブリュラモン。実はアルフォース・ブリュラモンだけはどの地域からも反応が出なくて。私の気配を頼れない。おそらくは次元を超えている最中に扉が閉まり時空の狭間に消えてしまったのだろう。残念だ。彼ならば必ず味方になってくれるのだな。肩を落とすのは早いかもしれないぞ。多元宇宙論、聞いたことはあるかな。もっと一般的な言い方をすればパラレルワールドというやつだ。世界というものは複数の多重構造を成している。可能性の数だけ世界は存在しうるという考え方だ。世界で物事が起こるたびに地並列した世界はそれぞれとされているが、現実世界とデジタルはその通り、ま、複数存在する平行世界、平行世界。ご明察。もちろん無理は承知だが試して幸いにもそういった名前は。しかし、いや、ミカグラミレイに話を聞い。
Thank you.